広島県三次市出身になります。で、家具の業界を選んで1年間ほど長野県の職業訓練校に行って、11年前にここに工房を構えて今に至ってます。いや、実のところよく分からなかったですね。そのお酒の街っていうぐらいしかその聞いたこともなかったもんですから、何回か、かなり聞いたぐらいなことですかね。詳しいことは全く分からない状況です。真っ白い状況からこれ転入してきました。その主要な国道である、まあ、この環境で言いますと国道375号線ですけども、その徐々にその峠などが整備されてきてですね、だんだんとそのアクセスは良くなったんではないかと思いますね。その通勤であったり通学であったり、それがその町の方にちょっと買い物に行くとか、それがまあ20分30分でできてしまう、そういう面じゃ生活しやすいですね。小学校ぐらいのうちはですね、そのかなりまあのびのびと遊ぶことができて非常に良かったんじゃないかと思います。その我々でいうその原風景みたいなものがこうできたんじゃないかなっていう気はしますね。そうですね、本当にここに来た時に特に知り合いがいたっていう状況じゃなかったんで、これまあゼロからその地域との関係を作ってきたんですけども、やっぱりまあ子供がいるっていうことでいろいろ皆さんその気にかけてくださったり、とてもありがたかったと思いますよ。そうですね、この環境ですと20分30分車で走るとその通勤圏通学圏に入りますので、ね、例えばさらに生活しながら田舎の暮らしも経験できる、子育てもできると思います。里山や、田園に囲まれてますから、小さい子どもさん育てられるのはいいところだと思います。その分その子育てしながら子どもは原風景が出来上がってくるかなと思います。